皆さんこんにちは、メイクアップアーティストの兵藤さゆりです。今回はケイトのアイシャドウパレットを使った立体感目元の作り方をお伝えしていきます。ついでに立体感フルメイクも途中から仕上げたので、ぜひ皆さん参考にしてください。こんな時期だからこそ、ちょっと別人になったような、いつもと違うテイストのメイクで気分を変えるっていうのもものすごくいいと思います。それでは早速いきましょう。こっち側はね、ちょっと先に仕上げてしまったので、反対側をこちらの目に合わせて仕上げていきたいと思います。本日のメインはケイトのブラウンシェードアイズ N の BR4 番というカラーです。ブラウン調のシャドウなんですけれども、ちょっとここにオレンジゴールドのラメが入っているのがアクセントになるようなシャドウですね。こちらで立体感アイを作っていきたいと思います。まずはこのようなベースカラーを塗るようなアイシャドウのブラシ、ふわっとしたものだったら何でも大丈夫です。で、明るいカラーをとって、まず上まぶたをこんな感じで明るくして、そのままこの眉骨の下、眉尻の下ですね、ここをなぞってぐーっとそのまま C ラインも明るくしちゃいます。ここが明るくなると目元の立体感がより強調されます。そしたら上段の真ん中のブラウンをですね、中指にとって、彫り深に骨格をこう浮き出させて見せる作業をしたいんですけれども、まずここのアイホールって目の周りの丸い骨触るとあります。で、目尻の真横、ここにも骨がありますよね。ここからこう丸くなってると思うんだけど、目尻の真横よりちょっと上ぐらい、ここら辺から内側に向かってシュッ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 と、スッスッスッスと、これは好みのシェード、ちょっと大げさにやりたい人は 2,3 回重ねて上のアイホールの骨をなぞるようにすると、ほら、なんか一気に彫り深いな感じになりました。同じブラウンカラーをちょっと細めのブラシ、これ B アイドルのブラシですけれども、ちょっと細めのブラシにとって内側から影をシュッ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 と入れます。なので、まあ感覚としてはここの黒目の上のところはシャドウが乗ってない状態で、外側から内側からグラデーションが作られているような感じ。そして同じカラーを目尻の方、下目尻の方にも乗せておきます。ちょっと上と統一感を出します。そうしましたら、こちらの濃いブラウンの一番端のカラーを B アイドルの平筆っぽいブラシにとって、今全体からこう外からうわーってアイホール入れたと思うんですけど、だいたいそこの半分ぐらいまでかな、こっからだいたい真ん中ぐらいまで入れるような感じ、ちょっとよりなんだろうな、陰影がつきます。で、ちょっと指でぼかしたりして、で、内側も本当にちょんちょんちょんってな感じです。結構ね、シェードが効いてきました。でしたら同じですね、濃いめのブラウンのカラーを取って、先ほどのミディアムブラウンよりもちょっと狭い範囲に入れます。そうしましたら、オレンジゴールドっぽいこのカラーね、すごい華やかでとにかく可愛いカラーなんですけれども、黒目の上のところシャドウを塗らなかった、開けといたじゃないですか。なのでそこのところにテンと置いて、それをちょっとね、左右にぼかす感じです。あんまりたくさん広範囲にぼかしてしまうと立体感がなくなってしまうので、だいたいこう黒目の上を中心にのせるような感じです。そしたらオレンジゴールドの隣にあるカラーを、さっきのベースのアイシャドウカラーをのせた時に使ったちょっと柔らかめの筆にのせて、眉頭下部分の彫りの深さを作っていきます。まずは眉頭の下の部分、ここグッとくぼんでますよね、骨が触るとあるのがわかると思うのね。そこに向かって、まずこのくぼみに、どうしたらわかるか、こうか、くぼみにブラシを当てます。そして眉頭に先にシュッとつなげる、スッとつなげます。ほら、めっちゃ彫りできましたでしょ、できましたでしょって、日本語がおかしいなそしたらここからさらにアイホールのこの丸い骨をちょっとふわーっとなぞっていくような感じで、シュッシュッとちょっと鼻筋の方に伸ばします。もうめっちゃ影できましたね、びっくり。で、そしたら同じカラーもう一度取って、鼻筋の方にシューシューと、鼻先こう丸いところをこう遮断するようにこうシュパンと
切るようにして、さらにこの丸い先端の部分をちょっと、で、あとは小鼻の横のところにもちょっとシェード入れるとね、小鼻が小さく見えますのでね。もっと彫り深に見せたい人はここの部分にさらにシャドウを重ねてちょっとぼかすと結構立体感が出ますよ。うん、そうしましたらシャドウ最後ね、ベースで使ったカラーをちょっと細い方の筆にとって、目頭の部分にくの字を描くようにキュッキュッと明るさを出していきます。こういうメイクをするときに、まあ、ケイトのアイシャドウラメ感が強いのもあるんだけど、あんまり涙袋にギラギラってハイライトカラー入れるとギャルい感じになってしまうので、目頭抜く感じが程よいかと思います。こんな感じでわかるかな。決してけばーいわけでもないし、シャドウがすごい濃いわけでもないんだけど、明らかに最初よりも立体感が出ました。そしたら今回は珍しくブラックのアイラインを使っていきます。これはね、日本で売ってないかもしれないんだけど、ブルジョアのウォータープルーフウルトラブラックグリッターっていうアイライナーです。ペンシルアイライナーを今回は使っていきます。ここまでちょっとキリッと彫りを深く見せるなら、ブラックのアイラインとか、例えばこうちょっと深いグリーンのアイラインとかおすすめです。で、まず普通に上ライン引いていきます。そしたらここの目頭のところね、ここをちょっと内側というか、ここですね、ここを塗ると結構グッと目が入り込んだ印象になります。で、こちらと同じようにちょっとだけね、キュンと華やげにしたいと思います。ペンシルで華やげにするのちょっと難しいと思うんだけど、ちょっと今この目尻側を太く引きました。目がもともとね、つってる人っていうのは目尻を太くしなくても大丈夫だと思うんだけど、私みたいに目尻が垂れてる人が急に跳ね上げを描くとちょっと違和感、跳ね上げにしたかったけどかっこよくならなかった人みたいな感じになっちゃう。だからそういう人はちょっと目尻側をね、太めに描いてだんだん跳ね上げていくとかなり自然になります。なんとなくここら辺まで描いたらね、エッジの効いたちっちゃいブラシなんだけど、先端をちょっと取ったらぼかしながらちょっと描き足していくと、こんな感じです。上ラインが引けたら次は下のラインを引いていこうと思います。がっつり全体に引くっていうより、目頭側から引いていきます。で、目の下通過してスーッと横に流れていくような感じ。なので実質この目尻のとこには引いてないですね。内側と黒目下に引きました。で、最後もう一回ちょっと濃いめのブラウンを取って、今インラインをグーって下引いてったと思うんですけど、そこにちょっとつながるように、ここね、ちょっとつながる感じで引いていくと、まあ結構目がこうグッと入り込んだ印象になります。そしたらビューラーとマスカラをしていきます。これでね、本当に一気に目力が出ます。ビューラー、私は本当に資生堂がやっぱ好きなんだよね。マスカラ下地はマジョマジョを使っていきます。マスカラはデジャビューのラッシュノックアウトエクストラボリュームです。こういうメイクにはね、こうグッと目力が出るボリュームタイプのマスカラが本当によく合います。で、特にちょっと目尻にボリューム出す感じでマスカラを塗るとちょっと切れ長な目元の印象になるのでおすすめです。マスカラを塗り終わりました。ですね、本日のメインではないんですけれども、チークとリップをして完成させちゃいたいと思います。 MAC のミネラライズスキンフィニッシュのチーキブロンズを使っていきます。で、ちょっとね、外側から引き締めるような感じで入れていきます。アイシャドウのラメカラーがオレンジゴールドっぽかったので、ちょっとそこを合わせていくと一気に印象が統一されていいんじゃないかな。こんな感じで、リップは NARS のサテンリップペンシルの9202番を使っています。
ていきます。ちょっとヌーディーな感じにしようかなと思います。それにベアミネラルのモクシープランピングリップグロスのスパークプラグを重ねていきます。最後はハイライトをつけていきます。キャンメイクを使っていきます。まずはこの鼻筋ね。今日ね、いつもよりちょっとライトを暗めにしてるんですよね。シャドウの陰影とかがより分かった方がいいかなと思って。どうですかね。ずっと YouTube 結構長くやってるんだけど、ライト本当に難しいんだよね。こんな感じでケイトのアイシャドウパレットを使った立体感アイズ、そして立体感メイクの完成です。ということで皆さんいかがだったでしょうか。参考になればとっても嬉しいです。たまにはね、こういうちょっと濃いめのメイクもいいかなと思って今回は配信してみました。ぜひ参考にしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。